我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった五つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の五つ、そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い大陸制覇に向かう六つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たしたとき、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。今こそ正義の名のもとに戦う時だ。
素晴らしかったですわ、ルビーナ王子様。これが初めてお書きになった戯曲とは。ありがとうございます。これで父王も少しは私の芝居を認めてくれるといいのですが。ほら、ご婦人たちに囲まれてもう立派な劇作家先生みたいじゃない、王子。おいおい、イエナ、舞台衣装のまま楽屋から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフが子供っぽいのにちょっとおばさま臭くないかしら。まあイエナ様、いくら幼い頃からお親しいといえども、王子様にそのようなお口を聞いて。いいのいいの、劇作家はね、批判されて育つものね、王子。私の父にそう言われたのよね。シズラ様に？そうそう、王立劇団の看板俳優にそう言われちゃ、新人の作家は何も言えないでしょ。まあシズラ様、今夜はまた最高でしたわ。やあ、これはご婦人方。あら、お父様どうなさったの？顔色が悪いわ。お、いや、ご婦人方、申し訳ありませんが、ルビーの王子と少し話がしたいのだが。これはこれは大変失礼いたしました。私たちはこれで。シズラー殿、どうなされました？王子、どうも客席によからぬ者たちが潜んでいたような、そんな気配を感じたものですから。よからぬ者って？舞台からは客席はよく見えないものです。しかし役者の勘でしょうか、観客たちの気配ははっきりと肌で感じ取れるもの。シズラー殿、そなたは名優であるばかりか、我が国でも有数のルーンの騎士。そのそなたが邪悪な気配を感じたのであれば、ただごとであるはずはない。王子、ルビーナ王子。グラドス将軍、一体どうしたというのです？父王がたった今お亡くなりになりました。なんですって？おお、ノーサリオ、我ら正義をいただく王国の風よ。アエラムーナー、カタリシナー、我らの王をルーンの神の庇護のもとに。外傷はなかった、しかも警備の者たちによれば、怪しい者が近づいた気配はないと。そんな、だって王様はあんなにお元気だったじゃありませんか。イエナ、グラドス将軍にご無礼だぞ。口を慎みなさい。いいのだシズラー殿、このわしとてこのような不甲斐ない事態を招いた責をどう償えばいいのかと。将軍。ルビーの王子、騎士は人を責める前にまず己を責めよ、そう私に教えてくれたのは将軍あなただ。恐れ入ります。だが今は将軍はもとより警備の誰を責めても父王は生きては帰らぬ。シズラー殿が嗅ぎ取ったように、おそらくこの正義の国に何かしら邪悪な気配が近づいているのはまず間違いないのだ。王子のおっしゃる通りじゃ。
ジウ。どうなさったの？顔が真っ青。ブリガンダインが。王子、我らの正義のブリガンダインが何やら正義を脅かす気配を感じ取ったようですじゃ。何ですって？ルビーの王子、グラドス将軍、緊急事態であります。我が国の東方の拠点ウォーレンがたった今グスタファ神聖帝国に占拠されました。何だって？ファメがかねてから不穏な動きをしておったが、よもや三星王の死も。シズラー殿、こうなったらグスタファの関与を疑わないわけにはいかんじゃろうな。それにこういった火種は他の国、いやこのルーナジア全土に飛び火する。王子、たとえこの大陸が戦火にまみれたとしても、我らのノーザリオ、その正義の火は決して消されることがあってはならん。我がノーザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファ神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。これはこのルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今我らの正義が危機に瀕している。火の手が我らを覆う前に、我らは一刻も早くこの大陸の全土に正義の鉄槌を打ち込まねばならない。御意、行くぞ。
王子、これまでおよび今後の各国の情報をまとめさせましたのでご報告申し上げます。ありがとう、グラド将軍。誇りのブリガンダインを有するガイムール共和国では、アーデン大統領がなぜかこのところ表舞台に姿を見せていないとか。不可解なのは、それでいて首都ガガにありますモハナハルーン神教もそう。モハナキャラダイン像には連日各地からルーンの騎士たちが集結しているとのことでございます。我がルビーノ三世王の死を嗅ぎつけ、連中がどう動き出そうとしているのか予想もつきません。さらにアーデンの後継と目される娘エルザは、伝説のムールエンジェ三姉妹の再来とも。我ら正義のブリガンダインの名にかけて
ここは一歩も引けませんぞ。旧ハザム国。Yeah!
将軍、この空模様、王子の偉人の日を思い出しませんか。みんな、行くわよ。バレ。他の者どもよ、我に続け。今こそ我がノーザリオのために。大丈夫、死なせはしないわ。かしこまりました。さあ、みんな、私に続け。聞かぬ者どもよ、我に続け。
しつけ。騎士はいかなる時も取り乱してはならん。大丈夫、死なせはしないわ。いいでしょう。参ります。みんな、私に続け。帰化の者どもよ、我に続け。今こそ我がノーザリオのために。我が力ご覧に入れよう。大丈夫、死なせはしないわ。いいでしょう。さあ、おじいちゃんに習った通りにやるからね。承知した。
今こそ我がノーザリオのために。みんな、私についてきて。よっ。かしこまりました。いかがです？おじいちゃんに習った通りにやるからね。ドカーン！承知した。
がマナよ。落ち着け。騎士はいかなる時も取り乱してはならぬ。行くぞ。大丈夫、死なせはしないわ。やっ、かしこまりました。行きますよ。参ります。
ビビッドに。みんな、私に続け。ドカーン。承知した。騎士はいかなる時も取り乱してはならん。我が力ご覧に入れよう。
みんな、私についてきて。やっ。かしこまりました。さあ、ビビッドに。みんな、私に続けば。すごいの、いくよ。承知した。力不足だったのね。落ち着け。騎士はいかなる時も取り乱してはならん。今こそ我がノーザリオのために。
じいちゃん、助けて。木だらけですよ。かしこまりました。このような事態を招いたこと、みんな勝ち時を上げ、ノーザリオ王国、わしの指示に従えば負けはせぬぞ。私の命令に従いなさい。はい。はいはい。我が国には正義のブリガンダインがある。いいわ、やってあげる。現在ぶりをお見せしましょう。
兄様のご期待に応えるのよ。参ります。お、どうする？我が国には正義のブリガンダインがある。いいわ、やってあげる。わしの指示に従えば負けはせぬぞ。健在ぶりをお見せしましょう。私の命令に従いなさい。消え失せよ。は？はい。これで。どうする？よいしょっと。
丈夫だ。仲間がついてる。我が国には正義のブリガンダインがある。マナの力よ、この身に宿りたまえ。私の舞台に任せて。わしの指示に従えば負けはせぬぞ。大いなる魔術を見せてやろう。お兄様のご期待に応えるのよ。痛めつけてあげる。はい、黙りなさい。はお、どうする？
我が国には正義のブリガンダインがある。私の部隊に任せて。私の部隊に任せて。やお見せしましょう。お兄様のご期待に応えるのよ。痛めつけてあげる。動けない。お兄様。大丈夫だ。仲間がついてる。
わしの指示に従えば負けはせぬぞ。大いなる魔術を見せてやろう。はい、こんなとこで死ぬのはつまらんよ。正義への思いが勝利に。